ふだらくさま。自分は子供の頃から大学に入るまでずっと浜で育ったんだけど、海辺ならではの不思議な話がいろいろあった。自分の家はその界隈で一軒だけ漁師ではなく、親父は市役所の勤め人だった。砂浜があって国道があり、その後ろはすぐ山になっていて、その山の斜面に、 ポツンポツンと家が建っていて、浜に漁のための小屋があるようなところ。自分が小学校頃までは8月の最初の週、7日の日までは漁師は海に出ちゃいけないことになっていて、特に7日の晩から朝までは子供は家の外へも出ちゃいけないことになってた。何でも、沖に、 ふだらくさまの船が来て、外に出ている子供は惹かれてしまうらしい。こういうのは神隠しとか、普通は女の子が危ないんじゃないかと思うけれど、特に本家筋の跡取りの男の子なんかが危ないという話だった。大人たちは集落の公民館に集まって朝まで酒飲むし、漁師だから喧嘩もする。 夏休み中の子供は家でおはぎを食べて早く寝るという日なんだ。ただそんな日でも国道は少ないながらも時たまは車が通ってるわけだし、世の中が合理的になったのか自分が中学校になる頃には行われなくなった。それでもやっぱり8月7日前後は海で遊んじゃいけないとは言われてたんだけど、中学校2年の 8月6日の日の朝に、浜に出て水死体を発見した。岩場になってるところを歩いていて、外国の部位なんかの漂着物を探していたら、海中2メートルくらいのところに、人のお尻が見える。慌てて大人を呼んで、引き上げられたのは、近くに帰省してた大学生だった。波で海パンが脱げて、頭を下にして沈んでた。 その前日の午後には亡くなってたのだろうと来た警察の人が言っていた自分がまだ当時健在だったじいちゃんに不だらくと推しした人は何か関係があるのか聞くと関係あるかもしれないね不だらくは男が好きだからという話その出来事で自分は子供ながらにすごくショックを受けたんだけど 次の日が8月7日で本来の忌み日。ちょうどテレビで階段特集とかやってて自分は見ないで早く寝た。けど早く寝すぎて夜中の2時過ぎ頃トイレに起きてしまった。その頃は実家も改築する前で家の外にボットントイレがある状態。トイレは山側なので浜を見ることはないけど、 まだ暗い夏の闇の中を裏戸から出て歩いていると、沖の方から、ドン、ドン、と、太鼓を叩くような音がかすかに聞こえてくる。自分はその時、これは不だらく様だから見に行っちゃいけない、と思った。思ったけど、自分は馬鹿だから見に行ってしまったんだ。そしたら、 国道を挟んで沖の方に板屋根のついた昔の小さな船が浮かんでいる。距離感がよくわからない。本来沖は真っ暗で見えるはずがないんだけど赤い光がその船を包んだようになってて見えるんだな。沖は波が荒いのか船は上下に浮き沈みしててよく見ると船には何本か鳥居がついている。 太鼓の音も小さく聞こえてきて自分を呼んでいるような気がするしばらく見てるうちにぼーっとしてきて浜の方に歩き出そうとしたその時国道を大きな音を立てて大型トラックが通って目が覚めたようになったもう一度見たら沖の船は消えていた ひぎ様。今はもう廃業していますが、私の母方の実家は島根で養鶏場をしていました。毎年夏休みには母親と姉、弟、私の四人で帰省していました。父は仕事が休めず毎年家に残っていました。 母の実家は島根県の大地郡というところで、よく言えば自然豊かな日本の原風景が広がる土地。ま、はっきり言って田舎です。そこでいつも一週間くらい滞在して、おじいちゃんとおばあちゃんに甘えながら楽しく遊びました。田舎のことですので、おじいちゃんもおばあちゃんも朝がとても早く、夜がこれまたすごく早い。 朝4時頃には起きて、一番鳥が鳴く前に養鶏場の鳥に飼料をやり始め、そのまま糞を取ったり、卵を回収したり、深きを見たりの作業をしつつ、畑の手入れをし、夕方の5時頃には作業をやめて夕食。そして夜の7時頃には晩酌のビール片手に、うつらうつらし始めるのです。自然と私たちも夜の8時頃には布団に入るのですが、 そんな早くから寝られるものではありません。布団の中でその日行った川での出来事や明日何をしようかなど考え始めると目が完全に冴えてしまい、寝られなくなりました。夜中、真っ暗な天井の梁を見るともなしに見ていると、私たちのいる今の隣、おじいさんたちの寝ている六畳間の襖が開く音がし、 廊下をギシギシと誰かが歩き、玄関を開けて出て行きました。そのまま夢うつつでぼーっとしていると、しばらくして、柱時計がボーン、ボーンと、と、12回なり、ああ、もうそんな時間か、と思いました。すると5分くらいして玄関の開く音がし、誰かがサンダルを脱ぎ、廊下をまたギシギシと歩き、6畳前へ入って行きました。 おじいちゃんかおばあちゃんが鳥の様子か畑の様子でも見に行ったのだろう。そう思い、あれこれ想像しているうちに寝たようで、気がつくと朝になっていて、みんなもう朝ごはんを食べていました。夢うつつの状態での出来事だったので、夢かもしれないと思いましたが、その日の夜、また眠れずにいると、やはり同じように夜中に誰かが外に出て、 同じようにしばらくして戻ってくるのです。次の日も、また次の日も、どうやらその誰かは毎晩11時30分に出て行き、0時5分頃戻ってくるようです。昼間に姉と弟に聞いてみても、二人とも全然気づいていない様子でした。大人のすることには何でも興味があった頃のことです。私は誰が何をしているのか、 見てみたい、と思いました。五日目、昼間あまり騒がないようにして体力を温存し、眠らないようにして、その誰かの後をつけることにしました。これまで毎晩眠れなくて困っていたのに、眠らないようにしようと思うと、今度は眠たくなるもので、危うく寝過ごすところでしたが、なんとかその誰かの気配で目を覚ますことができました。 気配が玄関を出ていくのを待って、私も玄関へ行き、サンダルを履いて外に出ると、おじいちゃんが母屋から50メートルくらい離れたところにある、孵化室の中へ入っていくところでした。孵化室というのは、鳥の産んだ卵を孵化器で温めて返し、生まれたヒナをある程度まで育てる専用の建物で、本来なら孵化場とでも呼ぶべきなのでしょうが、おじいちゃんは孵化室と呼んでいました。 私もそっとおじいちゃんの後に入ってみると、中は照明がついておらず、深きの中から漏れるひよこ電球のぼんやりとした赤い光だけが頼りでした。薄暗いというか、こたつの中のような赤暗い中で、おじいちゃんはすごく真剣な顔で深きの中を覗いていました。そしてたくさんある卵の中から三つほど取り出し、卵から顔を背けると、 いきなりブリキのゴミ箱の中に叩きつけました。私はびっくりして、何しよるんと大声で言ってしまいました。おじいちゃんは私以上にびっくりした様子で、倒れるんじゃないかと心配になるくらいの形相でしたが、私だとわかると安心したのか全身の力が抜けたようになって、なんじゃぼうか、びっくりさすなや。と苦笑いを浮かべました。 私がもう一度、何しおるんと聞くと、おじいちゃんは、悪いんを取りおるんよ。と言って、また深きの中を覗き始めました。私はそれまでに、帰る前の雛をまびくなぞ、聞いたこともなかったので、ひよこに悪いんがおるんと聞きました。おじいちゃんは、ほうよ、虎には大変なことになるんよ。 と言って、深きの中からまた一つ卵を取り出しました。私は卵をよく見ようと覗き込みましたが、おじいちゃんが慌てた様子で、こりゃ見ちゃダメじゃ。目がつぶれるで。と言って、すぐにブリキのゴミ箱の中に卵を叩きつけてしまいました。私が見た卵には中からヒナがつついたのでしょう。大きなひびが入っており、 もうじきひなが帰りそうな様子でした。ゴミ箱の中はスプラッターな様子が容易に想像できたので見たいとも思いませんでしたが、おじいさんは私の目から隠すようにすぐに蓋をしていました。その時、ゴミ箱の蓋に何か白い紙のようなものが貼ってあるのが見えました。なんだろうと思っているとおじいちゃんが腕時計を見て、0時を回ったけ。 今日は終わりじゃ。ぼう、帰って寝ようや。と言い、すぐに負荷室から出ようとしました。私も夜中にこんな不気味なところへ一人で残されるのはごめんなので、慌てて負荷室を出ました。その時、負荷室のドアの横に何か玩具のようなものが見えたような気がしましたが、もう眠いし、ちょっと怖くなってきたので、次の日見ることにして、 おじいちゃんと一緒におもやへ帰り、その晩はおじいちゃんの布団で一緒に寝ました。次の日午前中、弟と虫取り遊びをし、帰って早めの昼食をとっていると、何か違和感を覚えました。ああ、そうだ。今日はおじいちゃんがいるんだ。よく考えてみると、それまでおじいちゃんと一緒に昼食をとった記憶がありません。 いつもお昼の11時30分頃から姿が見えなくなっていたのです。その日は村の寄り合いがあるとかで朝から出かけており、11時頃ベロベロに酔っ払って帰ってきて一緒に食卓を囲んだのでした。おじいちゃんは白飯に冷たい麦茶と漬物でお茶漬けにして食べていましたが、途中で食卓に突っ伏して寝てしまいました。 私たちは起こしちゃ悪いと思って静かに食事を済ませ、外に遊びに行きました。外に出てから、前の晩にちらっと見た不可室の玩具のようなものを思い出し、弟と一緒に見に行くことにしました。それは玩具ではありませんでした。ペンキのようなもので、鏡面を朱色に塗られた手鏡。粘土で作られた小さな牛の像。 プラスチックの安そうな増加。昨夜はそのカラフルな色合いから玩ングのように見えたのでしょう。しかしそれらは何に使うものか全く見当もつきませんでした。私はおじいちゃんが昨夜卵を捨てていたゴミ箱に気がつきました。昨夜は暗くてよくわかりませんでしたが、明るいところで見るとそのゴミ箱の蓋には昔風の 線を崩した読めない字で何か書いてある古そうな紙がいっぱい貼ってありました。あ、生まれとるで。え、何あれ。深きを覗いた弟が卵が帰っているのを見つけたようです。私は生まれたてのヒナを見たくて深きの扉を開けました。すると、ヒナがいました。 しかしそのヒナは他のヒナとは何かが違いました。よく見ると他のヒナたちと違い、全く震えていませんでした。全くさえずっていませんでした。そして目が、目だけが、人のそれでした。それは深きの棚からドサッと土間へ落ちると首を振らず、スタスタと歩いていきました。 私はその異様さに動くことができませんでした。それが不可室を出て西の方へ歩いていき見えなくなると金縛りが解けたようにやっと動けるようになりました。そして弟の方を見ると弟はよだれをだらだらと流し目はどこも見ておらず呼びかけても呼びかけても反応がありませんでした。私が大声で弟の名を何度も呼んでいると おじいちゃんとおばあちゃんが息を切らして飛び込んできました。おい見たんか私はおじいちゃんの行走が恐ろしくて、見てないと答えました。おじいちゃんは私の目を見ながら、見とるじゃろどっち行ったんならと怖い目で聞きました。あっちと私は西の方を指さしました。 するとおじいちゃんは出入り口のドアの横に置いてあった粘土の牛の像と像花を持って私の指さした方へ走っていきました。おばあちゃんは弟の名を何度も呼んでいましたが弟はよだれを流すばかりで何の反応もしませんでした。ひげょうと目が合うたんか。おばあちゃんは悲しそうに言いました。 もう、治らんの私は、弟とそれを見るおばあちゃんに、幼いながらもただならぬ様子を感じ、そう尋ねました。いや、某、そこの赤黄に塗っとる鏡を取ってくれ。私が、鏡面を朱色に塗られた手鏡を手渡すと、おばあちゃんは、見ちゃいけん。母ちゃんのところへ行っとき。 と、私を付加室の外へ出しました。私は母と姉のところへ行きましたが、母に何と話していいものか、何も言えずに母に抱きついていると、弟とおばあちゃんが戻ってきました。私は歩いてくる弟を見て、ああ、何でもなかったんだ。よかった。と、ほっとしましたが、何か、弟に違和感を感じました。 話してみると確かに弟です。一緒に不可室に行ったことや、昨日のこと、おとといのことも覚えています。しかし、どこか、何かが違うのです。母も弟に何かを感じたのでしょう。おばあちゃんに、お母ちゃん、まさか、と聞きました。おばあちゃんは悲しそうにうなずくだけでした。 母が弟を抱きしめてワンワンと泣いたのを覚えています。弟はキョトンとしていました。姉は弟を薄気味悪そうに見ていましたが、母が泣くのを見て一緒に泣き出しました。しばらくするとおじいちゃんが帰ってきました。ダメじゃ、間に合わないんだ。そう言って悲しそうに首を振りました。 ばあさん、誰かわからんが、遅うても二三日のうちじゃろ。喪服を出して風に当てといてくれ。そう言うとおじいちゃんは弟を抱きしめ。すまんの。おじいちゃんが寝とったけ。小がなこと。ほんまに。すまんの。おじいちゃんはボロボロと涙を流して謝りました。弟は、何おじいちゃん痛いよ。 などと言っていましたその声その仕草確かに弟なのですがやはりそれは弟ではありませんでした後からおじいちゃんは言いましたお天ンさんの一番高い国と一番深い国に生まれたヒナはお役目を持っとるんじゃじゃけ殺さにはいけんのよ 夜に生まれたひなもひげょうになるのと私は聞きました誰にああほうかばあさんが言うたんかいや違う夜に生まれたんはもっともっと恐ろしいもんになるんじゃそう言っておじいさんは薄気味悪そうに不可室の方を見ましたこの時の話はこれで終わりです 後に私が高校の時に実家が養鶏場を営んでいる同級生がいましたそいつにひぎ様について聞いてみると最初は何のことかわからない様子でしたがあの夏の出来事を話すと「ああイワシ鳥のことだな」と言っていました何でも今ではオートメーション化が進みセンサーとタイマーにより自動的に12時と24時に帰りそうな卵は 排除されるのだそうですあれからも毎年島根へ帰省しています弟は元気に小学校で教師をしていますもう以前の弟がどうだったか覚えていませんだからもういいのですあれから20年も家族として暮らしてきたのですからもう完全に家族なんです ○○〇〇様祖父が自営業を山の近くでしていたんだけどたまーに山の方に入って祖母母俺でわらびを取りに行ってたこれを焼いて茹でてマヨネーズで食べるとうまいその時は祖母と二人で取ってたんだけど 俺だけちょこっと山の奥に入りすぎたのね。つっても、俺も小学生の高学年だから何が危険とかの分別はついてる。で、奥に進んでくと、綺麗な川が流れてて、その周囲の割と平たい岩の一つにわらびが大量に置かれてあった。誰かのかな、と思ったけど、 付近に誰もいない。そしたら、大きな猿みたいなのが現れたんだよ。体にまだらに苔が生えてて、不思議と威厳を感じた。そいつがじっと俺の方を見てくるのね。警戒してるのかなと思ったけど、どことなく来いって誘われてる気がした。 わらびやるぞーみたいな感じでまあ俺は怖くなってすぐに逃げたけどなそれで祖母に話をしたんだよそしたら「まる様が目をかけてくれたんだね」って「本当に祖母はまる様」って言ってたこれは本当の名前ではなくて「本当の名前は言ったらダメ」って教えてくれた 名前には力があって言うだけでその人から持っていく。そう言って祖母は地面にその名前を書いてくれた。書くだけでも割と危険らしいけど、ちゃんと後の人に伝えないとねって言ってた。名前なんだけど、不思議と発音できないんだよな。カタカナなんだけど日本語っぽくないというか、 どう発音していいのかがわからん感じかな。山は別に霊山とかでなくて、ごくごく普通の山。祖母は、どこの山に出てくる。姿も時に違うけど、欲しいものをくれる。体が大きい。苔が生えてる。とは言ってた。祖母の祖父が出会ってるらしい。その後、 祖母が笑顔で、もらわなくてよかったね。ただより怖いものはないから。が、一番怖かった。山ケらし様。 俺の家はものすごい田舎で、学校に行くにも往復12キロの道程を自転車で通わないといけない。バスも出てるけど、そんなに裕福な家でもないので、定期買うお金がもったいなかった。学校への道は、ちょっと遠回りだけど、街中を通る道と、若干近道だけど、山越えをする道と、二つあるんだが、 俺は山越えで汗だくになるのが嫌だったので、ほとんど街中のルートを通っていた。ある日、学校の体育館で友達とバスケをしていて遅くなった俺は、早く帰ろうと自転車で山越えをしようとしていた。街中に入る道と山道に入る道の分岐点にあるコンビニで飲み物を買って、いざ山越えに。 日が沈み始めた山道は結構不気味で、日暮らしの鳴く声を聞くと心細くなって、やけに不安になる。戻って街中を通ろうかな、なんて思いつつ、ガッシャンガッシャン自転車を漕いでいると、急に、おおおっていう表現しにくいうめき声のようなものが聞こえ、 その瞬間に何かが背中にドスッと落ちてきた上半身をぐっと下に押し付けられるような感覚に襲われ冷や汗とも油汗とも言えない妙な汗が体中から吹き出してきた怖くて振り向けずにとりあえず峠を越えようとがむしゃらにこぎ続けてたその間にも背中から、うん うーん。と、変な声が聞こえている。絶対変なものをしょってしまった。どうしよう。と、涙目になって自転車こいでたら、登り坂の終わり、峠の中腹の開けた場所に出た。息を切らしながら足をついて、崖側の方に目を向けると、 小さな女の子がいた。夕日の色でよくわからなかったけど、白っぽいシャツの上にフード付きの上着とデニムスカートを履いたセミロングの子。だいたい、六七歳くらいに見えた。車なんて通らない田舎の山道に、しかももうすぐ日が暮れてしまう山道に、 女の子がいるはずがない。ああ、ひょっとしなくても幽霊か。って思って動けないでいると、その子は小走りで俺の足元まで来て、俺をじーっと見上げた。10秒くらい見つめたかと思うと、急に俺の太ももを、誇りを払うようにパンパンと叩いた。大丈夫だよ、安心して。 と言ってるかのようににっこり笑うと、崖の向こう側に走っていって、消えてしまった。崖下に落ちたと思って自転車を降りて覗いてみたけど、崖下には人が落ちた形跡はなかった。やっぱり人間じゃなかったわけだ。不思議なことに、女の子に太ももを叩かれてから背中の重みも消え、 妙な声も聞こえなくなった結構暗くなってからやっとこさ家に帰った俺はあの背中の妙なものと峠にいた女の子のことをばあちゃんに話したばあちゃんはその話を聞くと何の木かわからないけど葉っぱのいっぱいついた枝を持ってきて俺の頭から背中腰にかけて23回払った 一体何事かと聞くと、お前があったのは山ケラシ様だ、と教えてくれた。ばあちゃんの話によると、背中に落ちてきたものは、俺を向こうの世界に引っ張ろうとした、かなり立ちの悪いもので、そのままだったら確実に引っ張られてたらしい。そして、峠の途中で会った女の子が、 山ケラシ様、だそうだ。山ケラシ様は山の神様の子供で、全部で十二人いるらしい。普段は人に対して特に何をするでもなく、山を遊び回ってるだけなのだが、俺についたものがよほど悪かったのか、それを払って捨ててくれたそうだ。無邪気で純粋な山ケラシ様はきっと、 とんでもないものをしょっとるお前がかわいそうに見えて、取ってくだすったんじゃろ。とのことだった。俺は、なんとか山ケラシ様にお礼をしようと、お供え物をあげることにした。昔は、十二足の小さなわらじを備えたらしかったので、俺も備えようとしたけど、わらじなんてどこにも売ってない。 ふと山ケラシ様を思い出すと、なかなか現代風な格好をしていたので、小児用の動きやすいスニーカーを12足備えることにした。とりあえず2足買って、朝の登校時、あの峠の中腹の草むらに揃えて置いていた。帰りに亡くなってるか確認したかったけど、ばあちゃんの話じゃ、夕暮れの時間は良くないものがうろつくから危ない、ということで、 次の朝の登校時にまた同じ場所を見に行くと靴がなくなっていたきっと山ケラシ様が気に入って履いてくれたんだろうと思うお小遣いの関係で一週間に二足ずつしか備えれないけど来週には全部備えれる走りやすいスニーカーを履いて山の中を遊び回ってる山ケラシ様を想像すると 自然とにやけてしまう「いつかまた目の前に現れてくれないかな」と淡い期待を抱く俺の投稿ルートは自然と山越えになってしまった「いけにえ様」 数十年前、ひいじいさんから聞いた大正末期の頃に起こったという話。私の故郷の村には、生贄にえ様っていう風習があった。生贄にえ様っていうのは、神様に捧げられる神様のことだ。生贄にえ様は、家畜の中から選ばれる。 村の牧場や養鶏場にいる家畜の中から、何々の月の月曜日の夜に生まれた家畜の中に、小さな青色の瞳をした家畜が、生贄にえ様。生贄にえ様は人の言葉を喋る。そのほとんどはデタラメな言葉だけど、たまに、三崎のことの葉と呼ばれる予言めいた言葉を喋ったりもするが、 生贄様の岬のことの葉を聞いてしまったら、それは必ず忘れなければ災いが訪れる、という言い伝えがある。生贄様は50年に一度生まれてくる。そして、生まれてから7ヶ月後に生贄として捧げられるのだ。捧げる方法は、 神社のご神体である鏡を床に置き、その上から池贄様を落とす。鏡に落とすと、ぽちゃんという音とともに、池贄様はこの世から跡形もなく消える。この儀式は、神主と池贄様の生まれた家のものだけで行われるおで、そこにいる全員が、 神社の地下にある密室で目隠しをして儀式を行う。池贄様を落とした鏡は8日間は絶対に見てはならないと言われ、儀式の直後に神主が袋に入れると鍵付きの木箱の中に封印され、さらにその木箱は江戸時代の古い大きな金庫の中に厳重に保管される。 なお、過去に好奇心から鏡を覗いたやんちゃな勘主が一人いたそうで、彼は近畿とされた池贄様の言葉を手帳に記録し出したかと思うと、7ヶ月間ずっと池贄様を質問攻めにし続けたそうで、やばいと思って止めようとした氏子さんたちの忠告も無視して、かなり険悪な状態になってたらしい。その儀式の日が来ても、 案の女鏡を覗いてしまったらしく、鏡を見たその日に規制を発しながら神社を飛び出していってしまい、行方不明になってしまったそうだ。んで、家族が葬式の準備を始めた数ヶ月後に、どこで調達したのか、なんと鎧武者の格好をして村に戻ってきた。そして、 意味不明な言葉を村人に対してしゃべり出した神社に戻って家中を漁りだしたかと思うと食料庫の中のもの全部をその場で食べ始めて何か「これはうまいぞ」というような顔をして例の外国語みたいな意味不明な言葉を口走った食べ終わるとそのままその場で朝まで眠ってしまったらしい 目が覚めるとカ主は元に戻っており村人や家族が聞いても今まで何をしていたのか覚えていないと言ったそれから数日後に村の近所の古墳が盗掘されていると騒ぎになったカ主はもしやと思い警察に出頭して事情を話したらしいすると調べてみるとなんと鎧兜に刀剣類一式は 古墳から持ち出された遺物らしかった。これを聞いた村の老人たちは口々に〇〇様、この地方の風土器とか伝説に出てくる英雄が乗り移ったのだろうと噂したそうだ。その後その神主さんは神社を追い出された後に、なんと当時の帝大を大剣で受験して合格して、 結構有名な豪子になったとか、名前は忘れたか。まあ、じいちゃんの言うことだし、本当か嘘かは知らん。窓のニョニョ様。内々の神様。 というおまじないいいをご存知でしょうか結構有名ななおままじないだと思いますくしたものを探すとき「ないないの神様ないないの神様まるまるをなくしてしまいました」「ないないの神様ないないの神様まるまるの場所をおさしししください」といった具合に唱えるとしばらくたってからひょっこりとそれが見つかるというおまじないです。 なかなか効果があるんだそうです。ただこのおまじないを、私は試そうとしたことが一度もありません。なぜなら、内々の神様なんて神様、いくら八百万の神が住まう日本とて、存在するとは思えないからです。もし願いを伝えている相手が神様ではなかったとしたら、 いつも通る道にポツンと存在する言われのよくわからない謎の祠民間伝承で伝えられる様々なおまじない。それらはすべて本当に神なのかもしそうでなければ特段気にせずにおまじないをしている人たちは、一体何に願いを届けているのか。そう考えると恐ろしくなるのです。今からする話は、 そんな得体の知れない何かを神として扱うことへの疑問を私に抱かせるきっかけになったお話です。私の母の女子高時代のクラスメートが仙台の実家から旦那様のお仕事の都合で私の地元の方まで越してきた時の話です。母の友人はこちらに越してくるとマイホームを購入して住み始めました。2階建ての一軒家ですぐ隣が空き地。 その空き地はすでに大手ハウスメーカーが建て売りの住宅用地として押さえていて建築予定看板が立っていました母の友人には当時4歳になる一人息子がいて新居に越してきてからおかしな行動が目立つようになったといいます誰もいない部屋でまるでもう一人誰かがいるかのように振る舞って楽しそうに話しかけて遊んでいるのだそうです 君が悪いと思った母の友人が旦那様に相談しても取り合ってもらえず子供特有の想像の世界の話だということで片付けられてしまいましたある時気になった母の友人は息子さんにいつも誰とお話ししているのと聞いたところあのね、ニョニョ様と遊んでるのと答えたそうです母の友人はそれを聞いて 「何とも言えない不思議な心持ちになりました」「にょにょ様、ま」とは仙台の方では「神様」という意味の幼児語にあたるもので漢字で書くと「如来のにょ」という字を2つ続けて「にょにょ様、ま」と書きます「自分の息子が神様と遊んでいる」と言い出すものですからてっきり同じ年頃の子どもの例でもいるのか と考えていた母の友人はあっけに取られてしまったのだそうでひょっとして息子さんの守護霊か何かなのかもなどと結論づけたのでしたある時隣の空き地の建て売り住宅の建設が始まった際に作業員の不注意で重機の操作ミスが起き母の友人宅で飼っていた犬が大けがを負うという不幸が起きました それまでにも、路上でタバコを吸っては吸い殻をその辺に捨ててしまう作業員たちのことで腹を立てていた母の友人一家は、猛抗議。作業員を雇っている工務店へクレームを入れるも、まともに取り合ってもらえず、いよいよ訴えてやろうか、と思っていたとき、飼い犬に怪我を負わせてしまった重機の作業員が、心臓発作で倒れたのを皮切りに、次々と現場で作業する関係者たちに、 不けが人や急病による作業員たちの雑落が続き結局その現場を任されていた工務店は工事から降り別の下請け業者が建設工事を完遂させたということでした新しく入ってきた工務店の作業員たちに特に異変は起こることなくまた母の友人一家とのトラブルもなく工事が終わりやっと平穏な日常が戻った と母の友人が思い、工事終わってよかったね、と息子さんに言ったとき。うん、僕ね、にょにょ様にね、お願いしたの。そしたら前の大工さんたちいなくなったの。と答えた息子さんの言葉に、何か嫌な予感を感じた母の友人は恐る恐る聞きました。お願いってどうやってこうするんだよ。 そう言って息子さんは小さな右手を上げると今いる自宅の窓に近寄って右手の指をくねくねと奇妙な動きで動かし始めましたその奇妙な指の動きは窓の外隣の縦売り住宅の2階の窓に向かって合図でも送るかのように行われているのです隣の縦売り住宅はまだ無人誰もいない家の窓へ送られる謎の合図 母の友人が合図の先をたどるとそこにはいるはずのない白っぽい人のような姿の何かが無人の縦売り住宅の2階の窓からこちらを見下ろしているのが見えましたその白っぽい何かは右腕をゆっくりと上げるとやがて息子さんと同じようにその指をくねくねと動かし始めましたこの謎の合図のやりとりで 何らかの意思疎通が行われることに危険を感じた母の友人はとっさに窓のカーテンを下ろしてしまったということですここまでが今から10年ほど前の話最近私は母と一緒にそのお宅へ夕食に招かれました私は食事の支度ができて2階にいる息子さんを呼びに階段を上がった時 暗い子供部屋の中で一人、中学生になった息子さんが窓に向かって指を動かしていたという事実をまだ誰にも話せないままでいます。十年前にその話を初めて本人から聞いたとき、母の友人はこのように言っていました。あれは神様なんかじゃない。何かすごく良くないものだと思う。 どうしてそう思うのあの顔を見たら神様だなんて冗談でも呼べないあれは絶対に神様なんかじゃないどんな顔をしていたのか聞いても答えは返ってきませんでしたが普段は笑い上後の母の友人が無表情で口をつぐんでしまったのを見て以来私はこの話について聞くことができなくなりました 私たちは普段、何に手を合わせ何に願いを託しているのでしょうか。得体の知れない何かと意図せずしてつながってしまっていたらそう思うと迂闊におまじないを試すことができない小心者の自分がいます。 木目さん。さて、不可解な話を一つ。昔、うちの便所はぼっとんだった。タイルの床に磨かれた木に囲まれた便所。かがむと、目の前に木目があった。 ちょうど目の高さになる木目。縦に長い木目が並んで二つ。その下にまん丸い木目が一つ。それがこの話の主人公だ。ある朝、早く学校に行かないといけないのに、その日に限ってうんこが出ない。学校の便所でうんこをする。 イコール、明日からあだ名はうんこまん。それだけは避けたいので力いっぱい踏ん張っていると。おいおい、大丈夫かどこからともなく声が聞こえた。トイレの外で誰か待っているのかと思って。ごめん、まだ時間かかるかも。と言ったが、 返事はない。そんなこと言っている場合じゃない。もう一回踏ん張ると。これ、字になるぞ。声は目の前からした。木目前から目と口に見えてた木目のこれ落ち着いて踏ん張れ。 木目が喋ったそれよりも遅刻もしくはうんこまんになるのは嫌なので、木目のアドバイス通り一呼吸置いて踏ん張った。すると、不思議なくらいスルスルと出てきた。もう遅刻寸前だったので、とりあえず木目にありがとうと一声かけると尻を拭いて急いで出た。 学校について、落ち着いてからよく考えると、この体験が不思議なことだと認識した。学校が終わるとすぐに家に帰り、トイレに入った。座り込んで木目とにらめっこしたが、木目はうんともすんとも言わない。寝ぼけていたのかな。その日は何事もなく、 夜、木目がいきなり声を出して怖がらせるようなこともなかった。そして何日か経ったある朝、やっぱりうんこが出なくて踏ん張っていると、また木目が喋った。また詰まったのかうん、出ない。どうしたらいい木目さん。 いつの間にか自分でも木目さんと呼んでいた。木目さんは、落ち着け。ゆっくり息を吸って、息を止めた時に踏ん張るんだ。と、優しく教えてくれた。ちょっとダンディーな声だったのを覚えている。その日から何回か、木目さんと朝話をすることがあった。 学校のこと、友達のこと、学校のトイレのことなど。木目さんは優しく、うんうんと聞いてくれた。家族は自分のトイレの長いことに腹を立てていたが、自分は木目さんと話す貴重な時間を邪魔されたくないので、ちゃんと朝早く起き、自分で支度をしてからトイレにこもった。 小学校高学年になり、中学生になる頃には、木目さんとはあまり話をしなくなった。そして高校生になり、家を新築した。もちろん、便所は水薦で、おしゃれな壁紙が貼ってある。社会人になり、出勤前に便所に入り、ふと木目さんのことを思い出した。 今でもきっと木目さんはどこかの便所で出なくて困っている子供を優しく見守っているのかもしれないと目隠しさん僕の地元には目隠しさんという階段がある。 正式名は知らない。みんなが、ゾウさん公園と呼んでいる公園のベンチに夜中座っていると、突然後ろから手で目隠しをされ、誰だと問いかけられる。その声は聞く人によって変わって、でも絶対に知り合いの声なんだって。そして目隠しされた人は、その声の人物の名前を答えなければならない。 正解すると手は離れ、振り向くと誰もいない。ちなみに、もしも間違えると、目をえぐり取られる。目隠しさんがどんな姿をしているかは誰も知らない。その公園で自己死した子供の例という説と、恋人に振られて自殺した女性の例という説があった。それは、 目隠ししてくる手が細く小さいかららしいこの階段いくつか疑問点があるまず目がえぐられるなんて大事件本当にあったなら地元で大騒ぎになる過去にあったとしても事故か事件として記録に残っているだろうしかしそんな話は聞いたことがないだとすれば 目がえぐられるという結末は誰によって語られたのかそしてなぜ目隠しさんの声ではなく知り合いの声として聞こえるのかなぜ試すようなことをしてくるのかまあでもその公園は普通に住宅地にあって昼間はよく遊びに行ったそんなに遊具もない小さな公園象の形の滑り台があった だから増ウさん公園って呼んでたある日小学校が終わって友達と公園に寄って話をしていて目隠しさんの話題になった「ベンチってあれだろ座ってみろよ」「やだよ別に夜じゃないからいいじゃん」「じゃあ俺座るよ」 ふざけて友達の一人がベンチに座った。で僕はさらにふざけて後ろから目隠しして「誰だ?」ってやった。バレバレだったからさそいつは特に真面目に答えたりしなくてみんなで「はい呪われたー」とかふざけて笑った。でそろそろ帰ろっかってなってみんなで公園を出ようとしたとき。 公園の隅にこちらに背を向けて立つ女の人が見えたあれさっきからいたっけ僕は動きを止めて思わず目を凝らした夕暮れにはまだ早い明るい時間その人の周りはなんだか薄暗く見えたそれはその女性が 全身黒ずくめだったからかもしれない。黒く長い髪に黒い服。今思えばあれは多分、喪服だ。友達も気づいたらしく、なんか気味悪いな。とぼそりと言って、僕らは足早に公園を後にした。その夜、なんとなく一人で寝るのが怖くて、 適当な理由をつけて両親の部屋で一緒に寝させてもらった。実はあの女の人は、目隠しさんかもって、ちょっと本気で思ってた。眠れなかった。両親の寝息が聞こえ始めると、近くにいると分かってても心細かった。布団に潜り込むようにして、ただギュッと目を閉じ続けた。 誰だ耳元ではっきりと声がした同時に冷たい手が僕の顔を両手で覆ったそれは僕の声だった経験したことのない恐怖で僕は全身が硬直した怖くて怖くて。 恐怖が頂点に達した時僕は「うわー!」って大声で叫んだ両親に気づいて欲しかった父の「どうした?」という寝ぼけた声と同時に手は消えた僕は泣きながら両親にしがみついたその次の日 ベンチに座った友達が目の上を怪我して学校に来たのを覚えている家で転んで机の角にぶつけたらしいまあ失明とかはなかったしあくまで目の上だ僕はといえばあれからは別に何もなかったただ関係あるのかないのかあの日以来視力は悪くなり続けてる おさがみさま私が子供の時おさがみさまを見た話子供の時親が共働きだった私は近所のおじさんのとこによく遊びに行ってたんだおじさんといっても親戚とかでもなくたまたま公園で知り合っただけの人だったんだけど おじさんは婚約者が病気で亡くなって以来ずっと一人見て私をまるで自分の子供のように可愛がってくれたのを覚えているそんなある日おじさんがぽつりと話してくれたんだもうすぐお相模様が来るってお相模様というのは子供くらいの身長で 長い髪と切れ長の目が特徴の妖怪で一言も喋らないでずっと後をついてくる走ってもどれほど曲がり道を曲がろうとも振り向くたびに近づいてくるそうなついてくるなと怒鳴っても表情一つ変えずにじっとこちらを見てきてこちらから近づくと不思議なことに同じ距離だけ離れていくらしい 追いつかれたらどうなるのと聞いたら、それはわからない、と。家族がいる人には近づいてこないらしく、おじさんの周りの人も家庭を持つ人ばかりで、実際に見た人はいないのだとか。私は周りを見たけど、どこにもそんな姿は見えなかったが、今はお前がいるから隠れてるよ、と言っていた。 その時は怖いなぁなんて思いながら帰ったけど、家に着く頃にはむしろ私を怖がらせようとからかったんじゃ、と思っていた。それから数日してまたおじさんの家に遊びに行った時、おじさんは庭で何かに怯えるような感じで震えていたんだ。近づいて声をかけた時、ものすごい行走で悲鳴を上げて後ずさりをした。 すぐに私だと気がついたらしく少し落ち着いてくれたがやはりどこか怯えた様子でしきりにお相模様が来るお相模様がとつぶやいていた私がなだめながら話を聞いていると寺も神社もダメだった今日の夜にでも捕まってしまうとおじさんの知り合いの人に止めてもらうとか 人がいるところで寝たら、と、子供ながらに精一杯考えて提案したが、知り合いの人にはお相模様を信じてもらえず、理由を伏せて泊めてもらえても、一二泊が限界だったと。まさか小さい子供の私が勝手に自分の家に泊めてあげるわけにもいかず、私がおじさんの家に泊まろうにも、一人身の親戚でもないおじさんの家に泊まるなんてのは、 教官が降りるわけもなく、走行しているうちに夕方になり帰らなければいけない時間になった。おじさんもそれはわかっているようでもう大丈夫だから帰りなさいと力なく送り出してくれた。その夜、どうしてもおじさんのことが気がかりだった私は夜中に両親が寝たのを確認した後こっそりとおじさんの家に行ってみた。 玄関は閉まっていたので、庭の方に回り込んで中の様子を見ようとしていたら、カーテンの隙間を見つけた。そこから見えないかと覗き込んでみたら、ちょうどおじさんが横になっている姿と、おさがみ様がいた。聞いていた通り、長い髪と切れ長の目。身長は当時の私より少し低いぐらい。 暗くてよくはわからないが、服らしいものは着ておらず、楽しそうな笑みを浮かべて横たわるおじさんにまたがっている。おじさんの表情はよく見えないが、全く動く気配はなかった。これはまずいと思い、とっさに窓を全力で叩いておじさんに呼びかけたが、こちらに気づいたのは、その不気味なお相模様だけだった。 こちらをぐるっと見たかと思うと、すさまじい勢いでカーテンの方に近寄ってきた。その表情は、さっきまでの楽しそうな笑みとは真逆の、この世の憎しみをすべて詰め込んだかのような恐ろしい行相だった。私は大慌てで窓から離れ、庭を飛び出して道路まで逃げたが、そこでたまたま巡回をしていたおまわりさんに捕まった。 あちらからすれば深夜に庭から飛び出した子供。指導しないわけにはいかず、私の腕をつかみ、質問してきたが、その時私もすでに錯乱状態で、お相模様が、とか、おじさんが、とか叫んでいたはず。そしておまわりさんと再びおじさんの家を訪ねてみたが、チャイムは反応なし。私がしきりに庭、庭、というのでそちらも見てみたが、 何もなしさすがに窓から中を覗いたりはしてくれず私が知り合いの家にいたずらしていたのだろうと思われたか自分の家に連れて行かれたその夜私は親にこっぴどく怒られおさかみさ様の恐怖とおじさんの安否が気になるのとで眠れぬ一晩を明かしたそして次の日 朝早くに昨日のおまわりさんが私の家に来た。内容は、おじさんが変死していたとのことだった。まるで世紀をすべて吸い取られたみたいな様子だったという。昨日の私の様子がおかしいと思い、朝に尋ねてみたところ発覚した、と。私は昨日までのことをすべて話したが、どこまで信じてもらえたのだろうか。 お相模様が本当にいたのかは今となってはわからないただ今でもあの時すさまじい形相で迫ってきた恐怖だけは覚えている幸いなのは私が今幸せな家庭を築けていることだろう三幸様 私のじいちゃんは私が小さかった頃によく山の話をしてくれたその頃はまだその話を信じていたけれど年を重ねるごとにそれらの話はじいちゃんが私を楽しませるためにしてくれた与た話だと思うようになっていたしかし最近母ちゃんからある出来事を聞いたことでじいちゃんの話は本当かもしれない って感じてきたんだじいちゃんが小学校に通っていた頃じいちゃんは山間部の小さな村に住んでいてよく山に入っていた遊びもあるけども山に入る理由の大部分はキノコや山菜を取ったりうさぎを捕まえるといった食料収集だったのだじいちゃんって 六人兄弟の末っ子なんだけども、じいちゃんと三男五男のじいちゃんの兄ちゃんがその仕事を割り当てられたんだ。で最初の頃は三人でキノコなんか取ってたんだけども、そのうちじいちゃんも慣れてきたからって言うんで、三人バラバラに山に入るようになった。ある日じいちゃんは、うさぎを捕まえる罠を仕掛けに山に入っていった。 罠を仕掛けるポイントってあるんだけど、今日は違うポイントを発掘しようといつもとは違う場所にやってきた。道なんてない。樹木と雑草で覆われた荒れたところをずっと登っていった。で、この辺りかなと思われる場所にやってきて、さあ罠を仕掛けるぞ、と腰をかがめた時だった。ガサガサ。 じいちゃんの後方から物音がした。うさぎだったらラッキーだけど、イノシシだったらどうしよう。と、罠を仕掛けようとした手を止め、恐る恐る後ろを振り返った。草陰に隠れ、よくは見えない。けれども草陰に隠れるのならば、うさぎかウリりウだなと思い、すくっと立ち上がってみた。しかし、そこにいたのはニワトリだったのだ。 村で鶏を飼っている〇〇さんのところかなと思ったのだが、こんな山奥まで鶏を放すわけがない。夜景かとも考えてみたが、こんな山奥にいるというのに汚れ一つ見当たらない、とても綺麗な毛並みだったので、それも違うと考えた。ではなぜこんなところに鶏が しばらくぼーっとその鶏を見つめていたじいちゃんだったが、あるところに気がついた。この鶏、鳴かないのだ。首を振る動作、体の動き、見た目、それらはすべて鶏のそれだったのだが、鳴き声というのか、こっ、こっ、と、小刻みに鳴くあの声がなかったのだ。変な鶏だな。 でも捕まえたら母ちゃん喜ぶかな、とぼんやり考えながら、その鶏に近づくじいちゃん。鶏は動じず、雑草をついばんでいる。よし、今だ、と鶏に手を伸ばしたじいちゃんだったが、何かに気がつき手を止めてしまった。鶏の後方、5メートルほど先に、家があったのだ。鶏を見つけたとき、 この山を登ってきたときそんな家など見当たらなかったけれどもなぜ見落としたのか不思議に思うぐらいとても大きな家いや屋敷だったこんな山奥に誰か住んでるのか知らなかったなとじいちゃんは鶏のことよりもその家に興味が湧いてきたその屋敷は村の地主の家よりも大きく立派で 門もとても頑丈そうで重そうだった。で、二階建てだった。なんか知らんがじいちゃんは二階建てだぞって強調して話してた。門は開いていて中の様子がうかがえた。じいちゃんが門に近づいて中を覗いてみると不思議な光景が広がっていた。見たこともない花々が参道横に咲き乱れ、 塀の左右には小屋がありその小屋に繋がれていない馬と牛が10頭ずついたらしいのだそして家の前には先ほどの鶏と同じ鶏が5羽いたすげえなぁと短足をするじいちゃんしかし旗と気づいて体が硬直してしまった牛も馬も鶏,も鶏も鳴いていないし こんなに動物がいて花も咲いているのに匂いもない。おかしい。変だと思うより先に怖くなってしまったのだ。そして玄関の戸がゆっくりと開いていくのを見て、ギャーッとじいちゃんは悲鳴を上げて逃げ出した。全力疾走。その家と反対方向に走ったら山を登ることになるというのに、じいちゃんはパニックになっていて、反対方向に走ってしまった。 けれども、屋敷と反対方向に走っていったのに、いつの間にか山の裾まで降りてきていた。やったと思ったじいちゃんは、そのまま自分の家まで走っていった。家に着いたじいちゃんは、母ちゃんの元まで走り寄り、興奮しながらあの屋敷のことを話した。すると母ちゃんは青ざめた顔をして、外に出ていってしまった。母ちゃんの様子を見たじいちゃんはさらに怖くなってしまい、 とうとう泣き出してしまったが、すぐに母ちゃんが戻ってきたのを見て泣きやもとした。母ちゃんはじいちゃんが泣いたらめちゃくちゃ怒ったかららしい。母ちゃんは父ちゃんを連れて帰ってきたのだった。父ちゃんはすごい剣幕でじいちゃんから話を聞き、じいちゃんの手を握った。お前が見た家は三行様なんだ。挨拶はしていないだろう。 だから今から謝りに行くぞじいちゃんの返事も聞かず父ちゃんはじいちゃんを連れて山の裾にある神社に向かった「挨拶しなくてすいません」って謝りなさい父ちゃんがそういうもんだからじいちゃんは黙ってそれに従ったそれからじいちゃんは何度も父ちゃんや母ちゃんに「三行様って何なの?」って聞いたのだが 全く教えてくれなかったんだとさ。ただ、三雪様に出会ったらきっちり挨拶しろって言われただけ。その屋敷が三雪様なのか、その屋敷に住むのが三雪様なのかも教えてくれなかったんだってさ。じいちゃんはそれ以来、その屋敷を見たことはなかったという。同じ体験をした人や聞いた人っていないかなちなみに、東海地方の話。 じいちゃんは15年前に他界してもう一度聞くことはできないんだ。でもさっき別件で母ちゃんに電話した時に聞いてみたよ。母ちゃんは三雪様って覚えてた。でも私はサイちゃらって名前だと記憶してるんだよな。あ、じいちゃんは母方のじいちゃんね。で、ある出来事っていうのは、母ちゃんが家族旅行でじいちゃんの故郷に行った時のこと。 母ちゃんが結婚する前だから、昭和30から40年代だと思う。じいちゃんは故郷に着いたといなや、山に向かったんだと。黙々とじいちゃんは山に登っていくし、ばあちゃんと母ちゃんは仕方なくじいちゃんを追って登ったんだ。かなり山の奥までやってきたとき、いきなりじいちゃんが立ち止まり、ガクッと膝を落としたんだってさ。どうしたんだと母ちゃんとばあちゃん。 じいちゃんが立ち止まったのは、開けたところだったらしい。で、じいちゃんいきなり号泣。すまんかった、すまんかった、わしはできなんだ、ってつぶやきながら。その話を聞いて、私はじいちゃんが山男と出会った話を思い出したんだ。それで、あれはヨタ話じゃなかったんだって思えてしまってな。 需要あれば山男の話もするよ。